オープンフィンガーグローブで行われる新競技の噂を聞きつけ、遠く北陸の地富山県は氷見市から戦いに飢えた獅子たちの群れが 2FC という名のサバンナに駆けつけた。キングレオ、北陸の悪童、星水亮太、ライズ系列の北陸工業クロスを主戦場に戦う急成長の若手有望株が先陣を切る。百獣の王の名に恥じることなく、決して引かないファイトスタイルで、俺の一発は重いよと自負する得意の打撃を武器とし、打ち合いをこよなく好むイケイケの喧嘩ファイター。北陸の選手の心意気を見せると意気込みは満々。対する相手は、打ち合い上等の喧嘩ファイトを得意とするストライカーであり元プロボクサー、バダッシュ所属ラピッドファイヤーサイキング。ジ・アウトサイダー出場をきっかけに地下格闘技で全国に名を馳せる地下格最強の呼び声の高いファイターが待望の 2SC でプロデビュー。俺の土俵という通り 2SC において最も適性が期待される選手の一人。はい、最近はもうセンスの塊ですね。練習量がなくてもセンスでもうバンバン倒していける選手で、本当にパワーもありますし、もちろんタイミングもしっかり打てて、もう余裕で勝つと思います。結局誰が相手でも、桜井力君であろうと違う選手であろうと、僕らがやることは変わらないもんで、そんなにモチベーションも変わらないですね。まあでも話にならないぐらいの相手です、ね。プロやから強いとか近くやから弱いとか関係ないんで、僕がやるのはほんまにもう喧嘩するだけなんで、殴るだけ。本当に多分みんな面白いと思うような試合ができると思います、ね。この TFC のルールってもう殴って倒して勝ってってこう分かりやすいルールなんで、本当に面白いし、これこのルールがやっぱ一番いいなと思いますね。僕は結局首相撲になる前にこうね、みんな倒れちゃってるんで、それまでのこうなんていうのはね、僕も全力こう出し切れてない感がまだ今あるんで、今回楽しみですね。はい、いろいろ出します。オープンフィンガーグローブでの打撃に対する十分な免疫と抜群のセンスを持つ彼は、プロとして本格的に格闘技に取り込むことで覚醒すること間違いなし。さあ、この試合は 2FC バンタム級、リミットは 65.8kg。 おっと、にらみ合う、にらみ合う。3分3ラウンド制、延長は1ラウンド用意されています。さあ、すごい雰囲気を醸し出している。怖いですね、リング中央。すごいですね、怖いですね。怖いですか？注意しそうですね。注意しそう、そっちの怖さ。なるほど。さあ、メインに向けてテンションもマックス。トーマ選手いいですね。言うてる。いやでも面白そう。ね、ミント行くとね、僕やったらもう目合わさない。はい、怖いんで。その後むちゃくちゃするからね。恐ろしい。間違いないです、うん。さあ、メインイベント第1ラウンドが始まりました。左足前、オーソドックススタイル、アイグローブサイキング。対する右足前、サウスポースタイルが腰水亮太。おっと、スイッチか。さあ、お互いにインドを蹴り合う。さあ、リングを中央にしているのはサイキング。それに対して右のローキックを当てていく腰水亮太。お互い少しガードは低めか。腰水選手うまい、うまいですか。おっと、さあ、パンチの打ち合い、打ってこいよと両選手引かない。
さあ打ち合う、お互いにキレのあるパンチが交錯する。おっと、膝いかがですか、サムガラ今の膝。おっと飛び込んだところにパンチ一閃、たまらずダウンサイキング、合わせの右足ですね、はい、あ、なるほど、バチンと最近の選手が飛び込んだ時に、ね、ええ、合わせの右フックをしっかり合わせたのが、あ、なるほどですね、うまいですね、大体うまい、なるほど、細かい攻防からそういったカウンターのタイミングもしっかりと取る小清水、うん、まあ、パンチに対してミドル合わせていく、さあライスケイベントクロスを主戦場にしている小清水が今一つ目のダウンを奪っています。さあ対するサイキング、そうですね、小清水選手距離足もいいんでね、はい、おっと体が入れ替わる、あ、本当ですか、はい、2人ともブルから、ね、そうですね、ぶん回すですね、本当に勢いがすごいですね、勢いすごいですよね、鈴木さんどうですか、え、当てますか、あー、なるほど、1ラウンドからこの戦いだと、はい、ちょっと星見選手のねガードが低いのがちょっと怖い、そうですね、ちょっとダラミと下げて、下げてのタイミング合わせながらの攻撃っていうのが武器の小清水、それでも目はいい、反応がいい、さあサイキング何を狙っているか、はい、だからサイキング選手あれですよね、はい、小清水選手のあのローに右ストレート合わせたいですね、ああ、なるほど、うん、さあその策頭の中でしっかりと練っているか、単発飛び込みのストレート、単発ですね、確かに、うん、そうですね、先ほどもガツンと、入りました、あの小清水の膝が本当に怖い、右の膝わかりますね、あー、なるほど、はい、さあこの蹴りの内回りにパンチを必ず合わせていく、蹴りに合わせたいサイキング、その合わせてきたところに右のブローというところが小清水、さあこの絵面どう打開するかサイキング、さあ鈴木さんいかがですか、いやもうね、初めの勢いがすごすぎ、うん、そうですね、メインにふさわしい勢いですよね、さああっという間に残り10秒、さあ合わせてくるな、そうですね、はい、第1ラウンドは終了、さああっという間の第1ラウンドでした、さあサムガ代表いかがですか、そうですね、あの小清水選手の細かいあのローキックの振りから、はい、でサイキング選手が飛び込んできた時に右の合わせとか、はい、右フックで合わせたりだとか、はい、で逆に、まあ、小清水選手の左ストレートもノーモーションで当たりそうなんですよ、あ、なるほど、うん、で逆にサイキング選手は、はい、あのローキック振ってきたところに右ストレート合わせていきたいんで、ただ単発だとちょっと届かないんで、はい、ちっちゃいワン打ってパランでワンツーで合わせたいなって感じですよね、あ、なるほど、トーマ選手いかがですか、いやもう早く切れようで気持ちが楽しいですねそれはしつきさん の, あのコメントですよねもうちょっとこうテクニカルでさいやいやもう楽しい実況席でございますはい、こういう戦が面白いですね、いいですよね、やっぱりこう熱いメインらしいですですよね、はい、さあこのメインも実況席には寒川圭一さん、トーマ選手、そしてしつきあんりさんでお届けしてまいります。さあ第2ラウンド始まっております。さあ1ラウンドの絵面そのまま2ラウンドが進むのか、さあ策は講じられたか、両選手静かにお互いを見ている、うん、ああ、なるほど、単発ではなくて、うん、当たりそうですね、さあ聞いてないよ、当たってないよと言わんばかりの小清水のアピール、お互いに圧がすごいですね、そうですね、まさにおっと、すごい音が鳴ったぞ、聞いた、あ、今の右クロス打つべきでしょう、あ、おっと、聞いたか、さあプレスをかけていくのは小清水、お互いこうプレス合戦で、あ、聞いた、ああ、右のブロー一閃、ゆっくりとマットに沈んだ小清水、効いている、ゆっくりと後ろに下がっていくが、まあね、あの実際トーマ選手打ったってのみたいです、すごい、まだまだ分からない中でのブロー、すごい右のオーバーでしたね、右のクロスでしたね、漫画みたいでしたね、本当にカツンってね、うん、鼻息が荒い鈴木さん、あ、ね、すごいパンチ、これまだまだ分からない、うん、さあ
この展開ドカドカっとこうプレスをかけて打っていくかサイキング、いやでもカウンターもしっかり打っていくぞ小清水、さあまた打ち合いになった、サイキングの方がいいっすね、あーやっぱ変えてるんだ、顎が引いてるから、あーなるほど、あそこがやっぱりうまい体重だった、あーなるほど、よし倒れるよ、あーまあ小清水選手さっき見たら膝蹴り出せれたね、なるほど、めちゃくちゃいいですけどね、顔面膝当たるんで、なるほどですね、連続顔面膝、うん、来た瞬間、なるほど、サムカー代表、そしてトーマ選手のユースとの攻撃が見られるか、さあ小さなカーフを蹴っていくか、残り時間1分、おーっと、それを顔面だったらね、やったらね、まあ今だいぶ悪くなかったら全然いいです、なるほど、いいうん、振ってくるんだ、あなるほど。そうね、合わせていく、さあ今巻き込みたい巻き込みたい、このまま巻き込みたい巻き込みたいさあお互い距離が近くなってくる、プレス合戦、うん、少し肩で息をしている小清水、苦しいか、さあ大きく左ブローにはそこに右のブローが待っている、はいはい、さあ左ミドル忘れない、最近の手数の方がちょっとこう、うん、テクニカルになってきましたね、まあ、小清水下がるパターンが多くなってきた、おっと、ね、カーブをかすめる、そうですね、顎が上がるサイキング、さあリング中央、さあ自分から入ってくるサイキング、そこに合わせる小清水、さあラウンド終了、いやー大事な時間に盛り上がる、まあ、そうですね、メインにふさわしい試合で、いいですね、いいですね、雰囲気も2人あるし面白いしですね、いや盛り上がる、これがスタジオ 2FC ボリューム1メインイベント第2ラウンドが終了いたしました、さあ石木さんいかがですか、第2ラウンドを終えて、両選手とも勢いがありがとうございます、すごいですよね、はい、見てて楽しいですよね、はい、もうそう、もう本当楽しいの一言、まさかっていうところでパンチが当たるっていうところですよね、本当に、さあお二人お聞きしましょう、第3ラウンドどう見ますか、僕は、最近の、はい、みんな多分 KO って勝ちますね、おっと、勝手に勝敗予想、たぶんね、まあ、それは、はい、小清水選手が、インバイト、サイキング選手が入ってきたときに、顎が浮き出してきてるからですよ、ああ、なるほどですね、それに一発当たらされたら、分からんです、まあ、でも、小清水選手もね、はい、膝合わせたりだとか、合わせの右フックがあるんで、まだまだ分かんないですよね、ああ、そうですね、男子ランド見せた、あの顔面の膝が、このサラウンドに出れば。はい、あートーマ選手も大事なのでその話はされていましたね、はい、あの顔面の膝が良かったと、あとは体力ですね、ああやっぱ3ラウンド、うん、3ラウンドってすごい、ああね、小清水選手の方が若干切れてるんですよね、うん、もうそれ動きがということですか、そうですね、あのいや動きがちょっとしんどくなってきてる、ああしんどく、ああなるほど、確かに下がる状況が多くなったのは小清水、サイキング選手の方がこう回転力上がってきてる、あそうですよね、手数、はい、頭を下げてブーンブーンと振り回す、タイムストップです、あ笑っちゃった、さあ膝笑っちゃった、膝をついたところでのパンチはいけません、勢い余ってパンチを振ってしまったサイキング、なんか喧嘩みたいになってます、ね、そうですね、もうお互い分回し仕方ないですけど、ね、まあでもね、あの思うんですよ、はい、MMA とかやったらあれは OK なわけやから、ああ確かに、ビッグの選手とかもほんまあのスリップとかでこけたりとかして切り抜きすぎなんですよ、あ、うん、そういうルールで守られてるというか、うん、なるほど、再開します、さあ再開となります、さあ第3ラウンド盛り上がりは絶好調、これがスタジオ、さあお互い蹴り合う、どこでパンチを見舞おうかというところ、フックしかないんでね、そうですね、そうですね、そうですよね、あの後に膝を、ああなるほど、顔が見えてます、はい、そうですね、頭を下げて打つのはサイキング、そこに膝を当てたいのが腰に付いたところでしょうか、あの後もサイキング打ってたら打ち合いと倒れないですか、ね、うん、ああなるほど、そう確かに確かにマジで危ない、確かにその通り、あれですね、あの小清水選手、まあ、右利きのサウスポーでしょうね、これ、あ、なるほど、だからフックが、うん、あ合わせられるというところですね、さあその右利きのサウスポー何を狙う、サイキングは頭を下げて振ってくる、ナイス、今の膝いいですね、いいですね、顔面捉えたのはサイキング、うん、
ますね。そう、口を開けて息をしてるのは小清水。いや最近もそうか、お互いめっちゃ切れてるんですね。そうですね、さあ気持ちの戦い、うん、そうそうそう、さあ、あんま揺れた、でも最近も揺れた、お互いのあんま揺れる。さあ最高潮、ここはこれがスタジオ。さあ最後の1ラウンド聞いてないよと小清水、あごが上がる。でも聞いてない、聞いてますね。聞いてないけど聞いてますよね。それを笑いながら言うトーマ選手、小清水選手、アッパー振るべきですね。そうですね、あー両手を畳にパンチをもらう。おっとあご腰がガクッと落ちた。でも小清水も疲れている。リング中央、お互いパンチ合戦、いいですね。おーっと、ここで遠回しを見せるサイキング、元プロボクサー。残り時間10秒、さあ10秒、何を見せる。さあ行きたい、メインイベントにふさわしい試合を見せる2人ですね。気持ち強いですね、2人とも。さあ見事な試合が終了しました。いい試合、思わず腰をつつくサイキング、両手を上げる小清水、これ何かを見せるのか。いやいかがでした、3ラウンド通して。これ延長だったらどうするんですかね。そうですね、これ第1ラウンドありますからね。1ラウンドの当たるかもしれないそんなこと言わねえ。すごい試合ね。いやもう会場大盛り上がりですね。これはもうダウン1回ですよ。そうやね、そうですね、1回ですね。ドラマのドローはあり得る、ありえますね。でも見たいですね。なるほど。さあもうこれはもう声を出すなというのは難しい、ここ、これがスタジオ。うまい。はい、さあ判定を待つばかりです。うん、お互い顔はあざだらけ。本当に思ってる。もうなんかね、一つ上の空で喋るから。もう本当に素敵なコメントをいただけるトーマ選手、ね、まあでもほんまにサイキング選手ね、はい、最後の方とか中盤からしか勝負に出たんで良かったですよね。おっちょ、サイキングに一票。さあ票が割れた。ジャッジ木村、どうだ。あー、サイキング、軍配はサイキングに上がった。いい試合でしたね。お互いに笑顔、最後は笑顔。いや気持ちのいい男2人でしたね、この戦い。そうですね、うん、また見てみたい。見てみたいですね、2人ともね。そうですね、2人とも、この再生も見てみたい。そうでしたね、素晴らしかった。まあ、最近の選手もね、あのボクサー上がりの割にちゃんと蹴ったりとか。そうですよね、うん、胴回しなんかも出るし。まさかの、はい、見せ場もしっかり見せたサイキングが 2FC ボリューム1メイン勝利を飾りました。さあ杉さん、はい、いかがでしたか。改めて感想を伺いましょう。素晴らしい試合ばかりで、はい、一体何が一番強いのかも、ね、あーなるほど、はい、ね、ムエタイもあれば素晴らしい試合ばかり見れて、うん、大満足です。そうですね、はい、本当にあの一つの試合では寒川代表はよだれが止まらなかった試合もありましたが、寒川代表いかがでしたか。そうですね、なんかやっぱり、まあ、そのオープンフィンガーの仕方もそうですし、ね、ディフェンスの仕方も、はい、やっぱりそのまだまだあの発展途上あるかなという感じで、まあ、それのおかげで KO がめちゃくちゃ多い大会やったかなと思いますね、はい、あ、なるほど、うん、さあゲスト出演いただきましたトーマ選手、いかがでしたか。はい、いやー KO が多くてめちゃくちゃ面白かったですね。あー、やっぱりこう興奮冷めやばるところですよね、はい、みんな痛そうでかわいそうです。痛そうです、本当に持ってる、はい、ほんまに思います。あ、本当ですか。なるほど、ね、この 2FC、ワンチャンピオンシップへの道筋にもなるという声も聞こえています。ここで終わらず、この先もある 2FC ボリューム1、これがスタジオで、そろそろ お別れの時間となります。とても白熱した打ち合いだったんですけど、見てるこっちもすっごい熱くなって、その時のお気持ちをお願いします。とりあえずちょっと覚えてないことが多いんですけど、顔もちょっと今ボコボコで、
とりあえずもうほんまに気持ちだけで戦ったんで、それがちょっと勝敗の鍵やったと思います。はい、では見ているファンの方々へ一言お願いします。今回の試合みたいに諦めやんだらこうやって結果が残せるってことがちょっと伝われば嬉しいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。すっごい白熱した打ち合いで見てるこっちも熱くなっちゃったんですけど、はい、その時のお気持ちをお願いいたします。そうですね、相手選手もだいぶ気持ち強かったんですけど、自分も負けずに倒してやろうかなっていう気持ちで行ったんですけど、まあ KO じゃなくてダウン取った後にまたダウン取られて、そうですね、そういう気持ちの部分で相手が強かったんかなって思います。相手の選手の印象をお願いします。そうですね、相手選手の印象はやっぱり今言った通りダウン取った後でもまたすぐ取り返してくるっていうその気持ちの強さが、そうですね、良かったかなって思います。ファンの皆様へ一言お願いいたします。そうですね、まだ今回の試合でまだまだ成長できることが分かったんで、まだまだこれから強くなっていろんな大会に出場して、もっと強くなります。はい、ありがとうございました。